さんこんにちは。今日は7月の28日。マーボット今日もキャンプに来ております。気持ちよさそうに遊んでます。乾杯、レッドアイで乾杯しましょう。レッドアイで、はい、じゃあ乾杯。乾杯。いいいい。うまっ。美味しいやろ。トマト美味しいやろ。飲みやすいやろ。うまい。最高。バイバーイ。ドライアイ。ドライアイ違うやん。レッドアイや。出てる出てる出てる。これ NG やな。ドライアイって目かわいい。アホやい。ドライアイ。バイバイ。レッドアイや。ドライアイやろ。お、レッドアイ。ドライアイ。いや鼻痛かったさっき吹いた時。視聴者さんからのいただき物です。お母ちゃんより山形さんの児玉スイカです。まっすぐストップ。左左。あー、いいんじゃない？ここでいいの？しゃがんでいけ。ゴー！あー！あー！惜しい！惜しい！まっすぐで。まだまだ。まだまだ。いいよ。まだ。あと3歩ぐらいまっすぐ行って。まだだね。あと1歩かな。あと2歩かな。ストップ。ちょっと左。左、左向いて。違う、もうちょっと後ろ。ちょっと後ろ、そのまま少しだけ後ろ。オッケーオッケーオッケー。もうちょっと、しゃがんでしゃがんで、しゃがんでから。ゴー！あー、当たりー！うそー！うそー！やったー！よし、みんな食べよう。いいよ。これ？うん。そう、そうやって食べる？海源は？これ？これ？そう。足を広げて前かがみに。夏だね。では視聴者のお母さんいただきます。これ夏でやったらやっぱうまい。多分うまい。甘いな。うん、ね、まもう一回も割れなかったら食べられない。そうだよ、うん、でも俺が割ったから一発で。うん、丸箱。さあ、そろそろ日も暮れてまいりましたんで焚き火の準備をしてようやく本格的に、飲みたいと思います。で、こちら、視聴者さんのサンタさんからいただきました。しかも、黒ラベル1ケースいただきました。ありがとうございます。ではサンタさんいただきます。うまい。
あ、カムラシだ。なんやねん。なんやねん。さあ、お次はこちら、栃木県下野市、製造牛虎さんのビールです。面白いビール、クラフトビールですね。こちらをいただきます。いただきます。あ、美味しい。飲みやすい。こちら、道の駅下野で販売しております。ホルモン焼いてます。ホルモン出てきた。あ、いいよ、海外のところ。そして牛虎さんのクラフトビールです。ホルモンもおかわりをいたしまして、ビールもおかわり。こちらも、栃木県下野市の牛虎さん、はい、ラスト大人の缶ビールです。いただきます。よっ、なぜこいつがグラスを傾けない。この中が不思議やねんな。じゃあそれ飲んで、じゃあ俺はこれいただきます。ホルモンと泡しか飲んでないし。ホルモンいっちゃって、もっともっと飲んじゃって。はい、ご飯入れて。いただきます。うまっ。うまいっす。牛虎さん製造。味の変化はどうなの。3種類飲んだの。3種類どうだった。1本目がちょっとこうバニラがこう入ったような、飲みやすく。挨拶しないの、うん、2番目で今の黒の方はちょっと苦みがあるかな。ビールに近いかな。で真ん中で飲んだのがやっぱりこう中間っていうか、感じがするかな俺は。まあ、大人の缶ビールっていうだけちょっとこう苦みが、最初黒ラベルが黒なんで黒ビールかなと思ったけど黒ビールじゃなく、ちょっと長っぽいような、クラフトビール。うまい。いや美味しい。でも飲みやすい。飲みやすい、すっごい飲みやすいよね。ビール嫌いな人でも全然飲めるよ。ぜひ、牛虎さん、土日であれば、その製造場所で、売ってるんですけど、土日以外購入したい方は道の駅下野でぜひ購入してください。お次は鶏スペアリブ。こちらをどうぞいただきください。大好きなやつだ、君たちが。一番上やっぱこれだね。暑いからね。2番はこれだね。この暑さがいいんだよ。鶏のスペアリブいただきます。おめでとう。大きなササン、これでいただきます。どうですか。
うまいんですか、うまくないんですか。うまいっす。どちらだい。やー、これ使えるかな。うまいね。豚肉。豚肉。あれだよ。ファイヤー。いや、これ震える時は一番震えるよ。はい、次は焼き鳥を焼きながら。はい、ねけ。いただきます。酒飲んでみたいな。二十歳になったからね。おはようございます。キャンプ2日目、朝です。7時です。ねえ、キゴくん、袋洗いたい。洗えない、服だけなんだ。ウルキンさん、トンキさん、ビタミン C、 シーコーサー、シーコーサー味。氷拭いた時にタオルしながら、じゃあもう一回拭けばいいじゃん。いただきます。飲んで抜けって。おいしい。今日も俺パーラーって言うから、これあどうってこと言ったら、昔話じゃないんだから。似合うね、今のね。美味しい加減も。うん。危ねえ。最強。